皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志イレブン続きやっていきましょう。さてさて、あ、でもチョコさんしかいないんだけどね。がね、やられると困るんで、彼女の方を先に仕留めちゃいましょう。お呼びで。くらえ。なんなりと。そら。何なりと。賭けいけるかな。燃えろ。あ、いけだいけだ。焼き尽くせ。よし、で、消火。早く消せ。何なりと。ならないと厳しいかな、これは。
無理か。承知。さあこれでね、もう孫権軍はここの再走しかないので、陸路進みたいですよね。そうか、気合がないのか。物資的には大丈夫。お、寄った、やっと来た。どうしよう、打ち食らった。あー、りょうちゃん怪我してる。もう出せる兵力もないんでね。さあこれはあとはお任せして、かかれ。なんなり、これでどうだ。ちっ、および攻撃。あれ、ああ、そっかそっか、ゴイさんだからか。間違えてた。それでも食らえ。なんなりと、進軍。ああ、走れ。うん、で、ドツコツさんこっちで、走れ。行きましょう。はっ、危ない危ない、待機するとこだった。くらえ。
は。捕らえ。は。それ。かかれ。火星までは至らなかったですね。さああとは月替わりしてるんでね、新たに登用できるか。これは2人、あ、いけるね。あら、かこいさんはダメか。あとはちょっと難しそうですね。あ、ついでにちょっと感触変えときましょう。よしよし、これでいい。また技巧をちょっとやっちゃいましょう。からね、これで中立になるんじゃないかなと。
ですね。あー、ダメか。もうしびれ切らしてね、一気に落としちゃう手もあるんですけどね。お呼びで食らえ。お呼びで。これね、あ、育成じゃない、あ、そうか、まだやってるんだ、研究は。あー、学院さんが目が覚めたのか。ん？誰か怪我してる？あ、関水さんか。あ、そこそこ。何なりと。お呼び。それでも食らえ。何なりと。これでどうだ。ごめん。ああ、急げ。かかれ。お呼びで攻撃せよ。お呼びで。また出て、あ、違うわ。コツコツさんは我が軍でしたね。もたもたするな。はい、これで完成。なんなりと。あとは、あ、僕よだったね。これね、治安がえらく落ちてたなっていうイメージがあったんで。なかなか。
造船技術のある人がね、いないんで。レベル3なんでね、20日で町をちょっと作らせましょう。ではね、今回はここで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。